月が見える箱庭。皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしのお供に聞いてほしいなと思って番組始めました。私トニーとアシスタントの、はい、まなみです。よろしくお願いします。はい、2人でやっていきます。はい、はい、なおこの番組は FM ギノワの収録放送となっております。ツイキャスや YouTube アーカイブ、リアルタイムではスマホアプリ、リッスンラジオ、車やご家庭のラジオ媒体にてお楽しみいただけます。公式インスタ、箱庭はアンダーバー527にてメッセージのリクエストなどを募集しております。FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com にて件名箱庭と添えてメッセージをお願いいたします。お好きな場所でお好きなドリンク、お好きなフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。お願いします。よろしくお願いします。2回目。どうですか2回目、初回を終えて。なんかもう初回の時はすごいあーとかうーとか言ってたんですけど、なんか2回目も言わないようにしようと思ったらやっぱ噛みますね。緊張してます。少しずつですね、徐々にっていう感じで、はい、はい、頑張ります。そう、あの前回あの、うん、コメント来た時に自己紹介お願いしますって言われて、テンパっちゃって、うん、ちゃんと自己紹介してなかったので今日は自己紹介からやっていきます。はい、はい、まあ活動名がトニーとなってます。で、まあトニーっていうのはまあワンピースのチョッパーが好きっていうのを、うん、多分前回話したんですけど、はい、まああと一個が糸数美希さんがいらっしゃるじゃないですか。糸数美希さんからみんながそう美希トニーって呼んでくれて、うん、本名が美希なので、はい、でそっから美希トニーが長短くなってトニーになります。なるほど。はい。そうそう、だからね、ラジオがもともと好きで、その聞いてる番組からなんか撮ったみたいな感じを、あ、そうそうそう、聞かせてたと思うんですけど、ちょっと、あ、なるほど、ミキトニー。はい、ミキトニーです。もうこのラジオを始めた時のこのなんだろう、熱意はもう第二のミキトニーとして生きていこうみたいな。めっちゃ怒られそうです。はい、はい、なんかありますか、気になる。なんかそういうね、私はそこがまた今新情報だったので急にぶっ込むみたいな。で、今は宜野湾市に住んでるんですけど、もともと茶炭で生まれて、で27、まあ、今年28なんですけど、27年ずっと沖縄に住んでます。で、まあ、大学出た後に本当はラジオパーソナリティやりたかったんだけど、うまくできなくって、で、バイト先にそのまま就職っていう形を取ったんですけど、その後に、まあ、前回お話しした ISD 個性心理学というものに出会って、なんだろう、あ、コメント来てる、後で、ダメです、すみませんね。そう、出会った後に、もっと、自分のやりたいことを進めていこうっていう思いで、去年、急に仕事を辞めて、でラジオ出演きっかけで2ヶ月でこういう形を取れました。そこからが早かったですね。はい、ラジオこの出演したのをきっかけに、そうです、もうね、番組やろうってところに、そうそう、そうなんです。2ヶ月2ヶ月ってめっちゃ早いなと思って、なんかそのなりたいと思ってたのは6年間思ってたのに、はい、そうだからやっぱ声に出さないとダメだなと思って、あれ声に出してからがやっぱ早かったってことですか。そう、うん、でもちゃんと思いはすごいたくさん熱い思いを持ってたけど、そうでもやっぱりその ISD 個性心理学で活動してなかったら多分このこういう形にもなれなかったので、よかったなって思います。で、多分 ISD 個性心理学って何って多分思ってる方もいらっしゃるんですけど、はい、誕生日でその方の、強みとか、あとバイオリズムっていうのが分かる統計学になってます、うん、ので、もしよければまあ、今ツイキャス見てくださってる方、はい、生年月日入れてくれたら、うん、ちょいちょいやっていこうと思ってますので、はい、ぜひお願いします。お願いします。で前回放送の時に、
リスナーさん聞いてた方が一人いたので、うん、もしいたらあの、ね、いいなと思って。武蔵さんから確か来てました、コメントが来てて、その時に武蔵さんが生年月日ね教えてくれたところで多分終わったというそうなんですよね、はい、でももし武蔵さんが聞いてくれたらいいなって思うんですけど、はい、まあ、そうちょっと今ざくっと話しますね、はい、武蔵さんは甘えん坊で優しが優しい人、はい、一言で言うとなんですけど、周りから見ると寂しがり屋で、常識を、常識をちゃんとしようと思ってるので、和を乱す構造をする人が苦手っていう感じです。で、あとは枠に当てはめられたくない、決めつけられるのが嫌っていう個性を持ってます。だからちゃんと、あんたって何々でしょって言われると、ちょっと違う。なんか、そう、本当だけど、なんかちょっと違うって言いたくなるような、そう。枠にはめられるのを、なんかよく思わないみたいな。あ、そうそう、よく思わないっていうか、なんか、なんだろう、そう、型に当てはめるっていうよりかは、なんか、思いっきり、なんか、羽ばたきたいっていうか、うん、自由に生きたいって思ってる方です。なるほど。ね、どうでしょうか。ね、武蔵さん聞いてたらいいですけど。そうね。はい、もし聞いてくれてたら、なんかコメントなりメールなりちょっといただけたらと思います。はい。コメント来てるので読みます、はい、そう、さっきね収録してた沖縄大好きさんから来てますね、はい、たくさんよかった、初コメです、どうも沖縄大好き、沖縄大好きです、先ほどありがとうございました、うん、第2のミキトニー、今年28、私より年下、95年3月生まれの29歳、今年30歳の人と同い年、沖縄大好きです、そうなんですね、もう今年30になるんですね、すごい、でもなんか早いですよね、自分もなんか27、うん、違うな、26から27になる時よりなんか27から28になるスピードがめっちゃ早いです、あ、なんか年々それ私も感じます、なんかこの10代の時も早いと思ったし、でそれにさらに加速するように20代早くてみたいな、うん、今年も、ね、今年も半分終わりましたからね、それを考えると本当に、ね、あっという間に、そうそうそう、年取っていくんだろうなっていう感じがします、そう、でもなんか年取っていく、うん、中でそのなんだろう、で やりたかったことを諦めるっていうのはやっぱもったいないなと思って、あ、そうそう、だからやっぱこのタイミング、まあ、ちょっと遅かったけど、うん、ちゃんとパーソナリティとして動けたのはちょっと良かったなって、はい、個人的に。20代のうちだからまだ早いと思いますよ。いやいや、全然全然、そうなんです。だから、その、まあさ、この ISD 個性心理学きっかけで、まあ、この運気を使って、その、やりたいこととかを今、ちゃんと構築してるっていう感じです。あ、じゃあ、個性心理学きっかけで、なんか、より分かったみたいな感じですか？あ、そうです。自分のこともなんか分かったし、なんかその、自分が当たり前って思って生きてたから、うん、なんだろう、その、前回話したか忘れちゃったけど、うん、あの、親が鶏で自分がペンギンだったら、その、親はこの鶏の価値観で子育てするから、ペンギンの子に対してコケコッコって泣かせる教育をするけど、あ、そう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 。はい、だけど、そっからする、ペンギンからすると、そんなのもいらないじゃないですか。で、ペンギンがコケコッコって言うのもないですから、ね、そうそうそう。で、だけど、やっぱその、ペンギンは、まあ、この、泳げるって強みを持ってるはずだけど、それを、鶏の親は分からないじゃないですか。分からない、うん、だから、鶏の親からすると、ペンギンはダメな子っていうレッテルが貼られてしまったりして、そう。で、それが、あの、人間で言うと、不登校とか、うん、引きこもり、うつとか、そういうきっかけになっちゃうんですよ。だから、その、人が違うっていうことをちゃんと認識できれば、ちょっと楽になるよねっていうので、うん、私はこの ISB 個性心理学を学びました。ああ、なるほど。なんか今の例え、すごい、あの、わかりやすかったです。あ、確かに、こう、鶏がペンギンに、そう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 、うん、思う価値観、でね、多分違うじゃないですか。そう、私やっぱあの花でもこのバイオリズムで例えると花で例えるんですけど、うん、なんか沖縄の桜と東京の桜って咲く時期が違うじゃないですか、うん、だからその同じ桜でもあの咲く時期が違うし、うん、
この何だろう、散る、桜って散るって言い方するじゃないですか、その散り方とかも全然違う、うん、そうそう、なんか東京の桜は綺麗にパラパラパラって散るけど、はい、うん、沖縄はボタって下に落ちますよね、うん、そうだからそういう意味でも同じ桜でも同じ鳥でも、うん、やっぱ見方を変えれば全然価値観って違うよねっていう、うん、そうっていうのを、はい、うん、ISD では、うん、あの動物とか天体とかでやってます、うん、はい、でちなみになんか先週ね、私もちょっとあの教えてもらった時に、うん、なんかあのコアラだけじゃなくて、なんかペガサスとか、あ、そう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 、いろんなのが出てきたじゃないですか。そうそうそう、はい、本質、まああの本質と表面と意思ってあるんですけど、うん、で本質がまなみさんだとコアラになります。うん、であのコアラだからで表面が着ぐるみ。なんでしょう、だから私から見るとマナミさんはペガサスだから、あ、なんかずっと羽ばたいてたんだろうなって思うけど、うん、実はそうじゃなくって、はい、そのこの前話した野生のコアラの話、24時間中、うん、あの20時間寝て4時間動くっていう、うん、だからその4時間動くために20時間休んでるっていう、うん、そうけどやっぱ周りから見たらなんかただぼーっとしてるだけって思われるみたいな、そう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 、うん、だから結構じゃあそのなんていうんですか、その本質と着ぐるみが違う人って多い、うん、多いですか。あ、でもなんかほとんどだと思います。逆に同じ人がなかなか少ないと思います。のでやっぱ自分なんか人に言われてて、なんか自分は本当はそうじゃないのになとか、うん、であとやっぱ着ぐるみ着てる時って人と会ったりとか、あと仕事面の時、うんが出やすいので、うん、そうそう、うん、実は自分が着ぐるみが、自分の着ぐるみがこの本物の自分と思ってたけど、実は本質で言うと違う、また違った強みを持ってるよっていう、うん、そうそうそう、うん、いろんな捉え方ができるっていう、うん、学問です。この2つであれするんですか、なんかこのが出てくるんですか、めちゃくちゃあります。本質、着ぐるみ、あと頭で考える時の意思。わあ、意思。そう。で、これが、まあ、基本的に、動物で例えられるんですけど、うん、それ以外にも、その動物が歩いていく生き方、うん、レール。で、レールって、レールで、見ると、適色とか、うん、そういうのも分かったりします。そうそうそう。なので、すごいですね。そう。だから、ただの、その、まあ、なんだ、一昔流行った動物占いっていうよりは、なんかその、なんていうかな、もっと深いとこ、うん、なので、企業さんとかでも使われてる、うん、とこが多いです。じゃあ、それに合わせて、まあ、いろいろ、その企業の中で。そうです、そうです。例えば保険会社とか、保険会社だと生年月日絶対調べるじゃないですか。はい、で、このリズムで、相手の、この決断する日とかも分かっちゃうので、その時に契約を取りに行くとか。そう、だから、わざわざ毎日仕事を無理して頑張るっていうよりかは、うん、まあ、相手に合わせるとか、自分の頑張れる日に頑張るっていう、この、することで、その、なんだ、仕事の力量もリラックスしながらできるっていう感じ。そうですよね。毎年というか、365日ずっと調子がいいわけでも、そう、もちろんないし、うんうんうん、で、できるなら調子のいい時にやっぱ、うん、ね、仕事バッとやりたいです、ね、そうそうなんです。うん、お、ちょっとなんか時間が良さそうな感じなので、さっきそう、沖縄大好きさんからリクエスト曲いただいたので流していきたいと思います。はい、懐かしいやつですね。オレンジレンジさんの以心伝心です。どうぞ。そう、残り10分だ、やばいとか。話しすぎちゃった。大丈夫だと思う。一番だけかけて、うん、あとあれですよね。後ろで流してくれ、はい、ながら。こうやって後ろで流しながらだと YouTube カットされますか？はい、この前、この前なんか12分で終わってたから、はい、うん、あれと思って。そう、あれは多分音楽を、途中の音楽は載せられないので、
あー、なるほど。そうそう。多分。違うかな。あ、トミーさん来てる。ああ。トミーさん。トミーさん来てる。トミーさんです。ムサさん。ムサさん、さっき、ね、紹介しましたよ。去年、あ、先週か。先週ね。あの、生、うん、年月日送ってくれたから載せましたよ。うん、ね、よかったら、はい、今話してもいい、ね、いいですね。はい、そう、先週ね、生年月日いただいたので、むさしさん、あ、そう、むさしさんのいいところは、スピード感があるところなんですよ。そう、さっきと言って、そう、やるって決めたら、もう、突っ走るタイプ。そうそうそう。で、なんだろう、でもその計画通りにいかないとちょっとモヤモヤしちゃう部分があるから、うん、だしで相手のことをちゃんと思ってるからこそ本音で話せる方、うん、そうです、はい、そうそうで、さっきもお話ししたけど優しい方、うん、そう優しくて甘えん坊さんな甘えん坊さんでも寂しがり屋に見えるって言ってました、はい、あ、そうで周りから見ると寂しがり屋に見えます。そうなんです。で、ムサさん、私トニーって言います。ミキトニーのトニーです。そうそうそう覚えてください。じゃあそろそろ下げて、うん、ちょっと BGM にしながらいいですか。うん、はーい。どうぞ。はい、お届けした曲はオレンジレンジさんの一心伝心でした。リクエストくれたのは、沖縄大好きさんって言うんですけど、沖縄大好きさんは、土曜日の、はい夜中25時ですね。私とちょうど1日違いで。そう、同じ時間ですよね。そう。並び的に。そうそうそう。で、番組を持っている方で、大好きを叫ぶ番組をされているので、うんはい、先ほどね、お会いしたので、うん、そうそうそう。で、今後またいろいろ、ぜひ、そうそう。よかったです。よかったです。リケさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。武蔵さんからコメントが来てるので、読みます。ごめんなさい。トニーさん、ミキさんのマナミンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。シャイ。ラジオ収録、生配信、お疲れ様です。トニーさん、マナミンさん、好きなスイーツ何ですか？です。だそうです。好きなスイーツですか？私の好きなスイーツは抹茶系と、レアチーズと、ティラミスとモンブラン。です。私もあれですね、モンブラン好きです。モンブランを甘いの結構好きで、はい、モンブラン美味しいです、ね。美味しいですよね。そうなんか10月とかになると芋とかかぼちゃとかも出てくるじゃないですか。うん、ああいうモンブランも好きだけどやっぱ本場のモンブランもいいなっていう。そうそうそう。ね、そう季節ごとにこの前なんか私いちごのモンブランがあった場所があって、すごい。あれも珍しいなと思ったんですけど、うーん、すごい。もしおすすめのモンブランがあったら教えてください。武蔵さん結構スイーツ詳しいので、いろいろ知ってると思いますよ。よかった、うん、で、何でしたっけ。話を飛び忘れてしまった。あともう5分とかくらいですよね。6分か。あ、本当だ本当だ、やばいやばい。じゃあそう、私がその ISD 個性心理学というもので活動しているんですけど、沖縄県内でイベントで、すぐ出る、こともしております。で、ちょうどこの放送している6月14日の週にですね、6月20日になるんですけど、6月20日、なんだろう、歩くパワースポットのロビンソワさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がイベント主催をされてまして、6月20日の12時から19時ですね、宜野湾市の伊佐公民館の方で、イベントを、私が ISD 個性心理学で出展しますので、もしよろしければ、このラジオを聞いてる方とか、ツイキャスを聞いてくださってる皆様、遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、ね、そう、最近、活躍の場が、そうそうそう、もう月1ぐらいでイベントやってて、その度に私も出させていただいてるので、ロビンソワさんに、そう、私の27の誕生日の時に、カードセッションでお世話になって、もうそこから仲良くさせていただいてます。そうなんです。じ
ゃあぜひね、あの時間ある方は、はい、6月の20日ですか、木曜日ですね、伊佐公民館でお待ちしてます。で、6月21と22なんですけど、北谷町の商工会の方でですね、ISD 個性心理学ってこういうものだよっていう導入セミナーのお話し会があるので、もしそちらも気になる方がいればメッセージをお願いします。メッセージ先が、公式インスタの箱にはアンダーバー527になってます。はい、ということですね。そういうのもあるんですね、お話し会。そう、やっぱ人間、夫婦でどう子育ての価値観がわからないから、うん、話聞いてみたら、あ、そういうことかとか、うん、同じ兄弟でもやっぱこの子育ての仕方ってお兄ちゃんと弟って全然違かったりするから、はい、その生年月日を調べて、あ、じゃあ弟にはこの声かけだけど、お兄ちゃんにはこの声かけの方がいいんだっていう、うん、そう、やっぱ同じ声かけでも響く声かけと響かない子っているので、はい、ので子育てとか、あとビジネスとか、そういったところ、そうです。で、それでもし面白いってなれば、まあ、学ぶこともできるので、うん、っていう感じです。やっぱみんな学びたいけど、どっから声かけていいかもわからないと思うので、そうので、半年に1回福岡の方なんですけどが来て、講演会をしてくださるっていう形になってます。なるほど。そうじゃあね、まず本当に、まあ、気になるけど、じゃあ どうしていいかじゃないですけど、とりあえず、まあ、こういうお話し会で聞いてみて、そうそう、とか、あと、まあ、イベントに来て分析受けて、あ、そうだなって思って、で、やっぱ分析受けるのにも料金頂戴しちゃうので、うん、その何回も受けるぐらいだったら学んだ方が絶対お得です。学んでしまえばもう誰でももうこの調べることができるし、うん、一生使えるので、うん、そう、みんなが生年月日持ってるから、出会う人調べていけば調べるほど、うん、そうそうそう、うん、自分のこの知識にもなっていくので、はい、そうそうっていう感じです。あ、でも一生こうね、使えるっていうのはそうすごい、確かに学んでおいた方がそうかも。そうなんです、うん、で、ちなみにこのだからコアラさんが一生使えるって言葉に刺さるんですよ。あ、なるほど。まさに刺さります。そうなんです。なるほど。そういうのもあるんです、ね、そうなんです。だから、あ、コメント来てる。あ、来てます。そうなんです、はい。っていう感じでやってます、うん。めっちゃコメント来てる。トニーさん、マナミさん、タイミング合えばモンブラン差し入れしますね。お、ありがとうございます。シェリーにあるデザート、ラボショコラの美白豆乳プリン、バニラビーンズの入ったシュークリーム、那覇新都心にあるルパテシエ、定規のモンブラン、オハコルテ、プゾーチーズケーキセラ、沖縄市にあるミニミニ動物園のジャンボシュークリームがおすすめですよ。ラボショコラめっちゃ美味しいですよね。わ、うん、かりますわかります。で、ミニミニ動物園のシュークリームも美味しい。めっちゃすごい。定規のモンブランがすごい。お上品なやつなんですけど、あっちちょっと敷居高いですね。めっちゃわかる。そうか、ありがとうございます、はい、もうご褒美に買っていきたいと思いますという感じで、はい、残りになってなりましたので、はい、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくれてありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。あ、石ころさん。最後に終わっちゃった。